今季ブンデスリーガで8得点1アシストの結果を残している奥川はトップ下、あるいは左のウイングとしてプレーでき、その決定力はドイツでも注目を集めている。ドイツメディアも今季アルミニア・ビーレフェルトで大きく伸びた選手の一人として奥川の名を挙げる。チーム全体でシュートチャンスが限られていることもあり、奥川もシュートは24本しか打てていない。それでも8点決めているところに奥川の凄さがあり、アルミニア・ビーレフェルトのサポーターが奥川のシュートに期待をかけるのは当然だ。3本に1本はネットを揺らしていることになり、2列目を主戦場とする選手ながら決定力が高い。移籍情報サイトの市場価値を見ると、奥川は昨年1月の250万ユーロから現在は2倍となる500万ユーロまでアップしている。この数字は日本人選手としては第9位の市場価値なのだ。この中で日本代表デビューを経験していないのは奥川のみ。市場価値で序列を決めることはできないが、欧州で認められている奥川をワールドカップまでにテストしない理由は存在しない。今のメンバーで固定するのも悪くはないが、ワールドカップまでに戦力の上積みも検討していきたいところだ。奥川はアルミニア・ビーレフェルトの2列目で結果を出している選手だが、果たして奥川にはいつ日本代表から声がかかるのか。